渋士駅は、鹿児島県渋士市渋士町渋士にある、九州旅客鉄道日南線の駅で、同線の終着駅である。かつては、日本国有鉄道渋士線、大隅線も乗り入れていた。二代目駅舎2014年1月時点の三代目、駅舎端式ホーム一面一線と側線4本を、有する地上駅で、夜間に列車が1本留置される。現役舎とホームは、 渋志線大隅線が廃止された後の1990年に日南線専用として建設されたもの。駅舎は終着駅らしくホームと直角に立っている。なお、現駅のホームは旧駅構内の貨物取扱い用引っ込み船を利用して建設されたため、現駅舎は旧駅舎のあった場所から約70メートル北東の場所に建物自体の向きも 蒸気のように90度向きを変えた形で建て替えられた。またこれにより日南線は起点側へ約40メートル短くなった。駅前のバスターミナルは3カ所に分散していたバス停を集約する目的で渋市市が整備したもので2018年4月15日より運用が開始された。工事費は約6、0 0万円であった。旧渋市駅は期間区、車掌区、 保線区も置かれ、転車台も備えていた。キオス区もあり、弁当も売っていた。駅舎のあったホームが一番線、上架橋を渡ると2番線、3番線の両面ホームがあり、さらにその向こうは広大な貨物操車場であった。1番線、2番線は、渋士線、日南線共通の上下線として使われ、3番線が大隅線だった。山側から降りてくる広い通り、 駅前通りが商業施設、三方と渋士アピア前の大通りと交わるまさに、その交差点のところが旧駅舎とホームのあった場所である。なお、校舎は渋士線と大隅線が並行して走っていた起動時期の跡地を利用して作られたものである。また、旧渋士機関区の跡地の一部には、渋士鉄道記念公園が整備されており、C58112、 よは1951、きは5230が保存されている。以前は、渋士運動公園横に展示してあったが、この公園の整備とともに、2000年頃に現位置に移動した。2008年頃からは有志による車体整備が行われている。2009年8月8日に、駅舎内の約35平方メートルのスペースを JR から市が無償で借り受けて、 渋士総合観光案内所がオープンした。観光案内所では無料で自転車が借りられる。種田山東下の区比、一切れの雲もない空の寂しさまさるが2010年に混流された。三方と渋士アピア駅前のバスターミナル。鹿児島交通のバス停が設置されている駅の正面にある三方と渋士アピアは映画や店、ゲームセンターやネットカフェが入居している。 以前は2階が映画館であったが、現在は多目的ホールのほか、協定場外発売場を折られ渋士が入居している。駅左側には森に囲まれた大きな緑地公園がある。九州旅客鉄道日南線快速、日南マリン号普通、大隅夏井駅、渋士駅日本国有鉄道渋士線中安楽駅、渋士駅大隅線渋士駅、菱田駅。ありがとうございます。